走路走了40几分钟，快喘死我了。Hello， 皆さんこんにちは、ルちゃんです。之前呢，我在 YouTube 有说很想念台湾早餐店，然后就有人留言跟我说，日本的业务超市有在卖台湾葱抓饼，希望我可以顺利买到。我们走吧。看到这里有写一般のお客様大歓迎，就是不只是店家，也是一般的客人也都可以来。第一次的业务超市，感觉就会是在这里。有，而且它这里有两个口味，有蔬菜口味。我这次先买买看这个好。噔噔，葱抓饼，做给文当看看，看文当吃了会不会觉得好吃？其实我没有吃过这个牌子，所以我也不确定它到底好不好吃。那我把它打开给大家看一下，这里有一个开孔啊，可以从这边打开。哇！它这个一包啊，里面有5片，那我们看一片是长怎样？一片的话就是这样，其实还蛮小片的哎。大家看上面有一点葱，哎呦，感觉比起葱抓饼，我觉得更像蛋饼。然后它这里有写啊，可以用平底锅或者是微波炉，但是呢，我也要重现台湾的味道，我选择用平底锅来做做看。那我们现在开始做喽，首先我先把这个抽风机打开，用成中火。好，啊，不知道我那个怎么译。他说啊，就是也不用加任何油，这样放着就可以了，用中火。我们拿一颗蛋出来，那个可以摆哇，他那个也多微细哦。なんかやり方が下手。いや、よし。我现在要弄蛋啊，所以我先把这个葱抓饼放到这里，然后你们看，你们看起来超级好吃，美味しそうだよね。要卵やります。噔噔，之前我台湾朋友给我的酱油膏，我来试试看。感觉我弄得有点不好看，なんか美味しくなさそうだね。お好み焼きに見える。あ、なるほどね。似てるかも。那现在有请我们的特別ゲスト。噔噔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 ，文当。噔噔。耶，大丈夫。那现在我们来试试看这个台湾葱抓饼，先给大家看一下。我觉得我做的还蛮成功的。あ、いい匂い。本当？嗯。じゃあ食べてみましょうか。箸の持ち方言われるよ。そうだからブちゃんに持たせよう。ほら。おお、美味しそう。いただきます。はい。うん。美味しい？本当？好吃。很好吃啊。うん。ブちゃんも食べてみる。那就让我来吃吃看，试试跟台湾的味道一样。吃这个最香。俺とルちゃんは。端っこが好きなの。うん。台湾と同じ。美味しい。うん。夜市とかに売ってる。うん。へえ。美味しいね。ね、普通に美味しいと思う。パリパリでも中はもちもち。そう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 、それが美味しいの。ね、これ朝ごはんとしてよく出るんだ。うん。夜食としても出てるよ。あ、そう。皆さんも結構食べますこれ。やっぱ卵入れた方が美味しいかもしれないです。あとベーコンとかも入れるよ。チーズとかも入れてるよ。いろいろできるのこれトッピングが、なんか肉とかも入れたことある。前食った臭豆腐より普通に好き。じゃあふーちゃんは月曜日の朝ごはんこれ食べる？いいよ。え、いいの？なんか今作ってるやつはサンドイッチとご飯、ソーセージと焼き卵とか。ご飯。ご飯できるよ。前ご飯作ってもらったんですけれども、水が全然なくてカリカリだったんだよね。ごちそうさまでした。美味しかったです。ありがとうねルーちゃん。ルーちゃんが料理してくれるの嬉しかった。よかった。日本人の皆さんにぜひ、皆さんに食べていただきたいです。すごい美味しかったです。あとトッピングもいろいろできるので、じゃあまあもし次また作ったらトッピングどういうものにしたい？ベーコン、卵。朝なんかベーコンと卵食べたくなっちゃうんだよね。ホテルとか行くとさ、朝ごはんに絶対あるよね。ベーコンとソーセージと
卵。そのセットはなんかすごい日本人っぽい。全部洋食だけど。ね。ではもし皆様がこの動画を少しでもいいなと思ったらいいねを押してください。他にうんたに食べさせたいものとかあったら、どしどしコメントをください。そういうコメント見てルーちゃんが料理するんで。または文旦に作ってほしいものがあったらコメントしてください。お願いします。チャンネル登録もお願いします。帮我们开启小铃铛，接收最新的通知。因为如果你不开启小铃铛的话，我们的影片你可能就看不到了，就被淹没在很大的 YouTube 的海里面。那我们下次再见，拜拜。拜拜。あとコメントで皆さんおすすめのアニメありがとうございます。見てるものもあったり見てないものもあったんで。参考に勉強させていただきますんで、皆さんよろしくお願いします。其实大家的留言他都会看啦，然后尤其是留日文的他就更会看，因为他看得懂嘛。僕のヒーローアカデミア面白いです。See you next time. Bye bye. ルーちゃん、ルーちゃん、ルーチャンネル登録よろしくね。チャンネル登録以外のおすすめの動画はこちらです。